アプローチ、ジャイブ、プレーニングジャイブのアプローチから、これまあ、アプローチの角度というのはいろんな角度があるんですけども、これは基本的なアプローチ角度ですね。このアプローチ角度をやることによって、ジャイブっていうのはね、もう基本的な形ができるということになりますので、ぜひ見てください。まず、では、たびたびね、出演していただいている、50歳主婦の、方、もううまいですからね、じゃあちょっとこれ見てみましょう。はい、走ってます。これでね、下ってます。で、下る方法としてもいろんな方法があります。これもちょっと解説していきます。おーっと、セール開始さーっと、おっしゃっといった、おーっていうとこです。これは主婦の方で、これが今度私、これは違いをね、見てもらうとちょっと分かると思うんですけどね。はい、見てください。下ってきた、下ってきた、おーすごい下ってる。ギューっときてアプローチかけてね、こういう形です。はい、で、まあ、じゃあこれね、ちょっとスローでちょっと見ていきますので、ちょっと見てください。いいですか。スローでね、ぐーっときて、ん、これはもう跳ねさずしてるところ早い。外してないから、外してないか、外してない。結構私は早めに外します。なぜ外すかというと、外して重心を下げるんですね。外した途端にジャイブが入ると、どうしても腰が外すってことですかね、腰が上がっちゃうんですね。それを落ち着かせるために、外してから、アプローチ、ね、レール入れるまで結構長い時間をするために、外してから、アプローチ、ね、レール入れるまで結構長い時間を私は費やします。これもう完璧にね、今外しましたね。で、これはずっとほら、こんな長いんですよ。で、下ってる。で、この下り方として重要なのは、セールをつかない。ほら、ブーメント下がったままですよ。これはつま先の方にちょっと、力入れて、ボードの風下側をちょっと、こう、入れてるわけです。で、ちょっと薄くボトム見えるじゃないですか。で、これ、ボードのレールによって下らしてるんですよ。セールは全く使ってない。ほら、ブーメント下がってますから、本来で言うと、楽するっていうね、初級で教わったことを言うと、楽するセールの使い方なんです。でも、これは3点の法則が合ってますので、楽しない。逆に言うと、レールを入れることによって、風下に向かってるっていうことになります。これがね、細かい点。まあ、細かい点言うといっぱいあるので、ちょっと言わないですけども、まずアプローチ角度としては、アビームから、そこから15度、20度くらい下らす。これはちょっと私の場合は、ちょっとスピード上げるので、極端にね、40度近くまで下ってますけども、そこまでやらなくてもいいです。とりあえず、アビームから15度、20度くらい下って、スピードを上げるっていうことが重要なんですね。スピードを上げることによって、セールのパワーがボードスピードに変換するので、セールが軽くなるっていうのがもう一番重要なことなんですね。だから、下らして、スピードを上げると、セールが軽くなるんです。ね、そうボードコントロールに周知ができるってことなんですね。これね、上級者の方はまた、あ、そうだったよなって思い出してください。スピード上げれば上げるほどセールって軽くなりますから。はい。はい。ほら、また下って、まだレールをちょっと入れてね、下ってますよね。はい。で、ストラップ深くなってます。いいですか。ブーメント下がってるんだけど、ベアしてるっていうね、こう、初心者が聞いたら、嘘でしょっていうこと。で、しっかりとこれを下らして、フォームが安定して、アプローチ、下って、そこから今度は、セールが軽くなった時点で、今度はジャイブの内径、ブーメンド内径、倒れ込み内径からブーメンド内径に持っていくって、今度は、ジャイブのこう出口の方に目線を向けていくっていう感じですね。これは極端に私はね、前乗りで前傾してますけども、まあ、ここまで最初いらないで、ここからほら目線がジャイブの出口の方にしっかり向いてますよね。はい。で、体をぐっと使って、おー、いってるじゃないっていう。ね、こうやってスローモーション。で、このまま、レールをキープしたまま、ね、こう普通だったらここでね、足を返して、レールを、抜いて、フラットに戻すって、バツ重ってよく言いますけどもね、そういうジャブの教え方は、ちょっと前まではやってたのかな。今でもやってるとこ結構多いんだよね。必ずフラットに戻して、バツ重して、フラットに戻して、セール返しましょうって。これは止まるジャブの方法なんですね。止まるっていうか、せいぜい、止まらないぐらい、加速は絶対しないですね。せいぜい止まらないぐらい、でもちょっと止まるんですよね、絶対にその方法だとね。よっぽどこう、もっともっとスピードが上がってれば別ですけども、普通の、アプローチスピードだとそういうことになってしまう。私が教えるジャイブはずっとレールを入れっぱなし。これはなぜかというと、基本的にはジャイブっていうのは、私が思うジャイブっていうのは方向転換でもあるし、ウェーブの波乗りのボトムターンであるってこと。
で、ボトムタンダルってことは波をなるべく鋭角に登っていった方が絶対いいわけです。これフラットに戻したら絶対鋭角には戻れない登れないってことなんですよ。だから内傾をキープして、レールを最後の最後まで入れておくっていうのはボードコントロールですっていうことに重要なこと。セールコントロールなんです。ボードコントロールなんですね。はい。で、これしっかりと、ブームエンドで、ここでもう制離す、ブーム平行の時にもう離しちゃってるってことなんですね。で、ずっとレールキープですよ。ほら、ずっとレールがキープしてる。まだ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 キープしてる。って言って、最後まで行ってしまう。まあ、これはスイッチスタンスですよね。そういうことになります。これがだから、アプローチとしては、ハーネスを外して、まあ、ジャブのアプローチ3秒ルールって言うんですよね。だいたい3秒ぐらいだぞ。ハルスジェックから3秒ぐらい、しっかり体を落ち着かせて腰を落とせっていうことがね、3秒ルールの一番重要なことなんですけども、そういうことになってます。そして、そこから、セールで下らすんじゃない。ボードのレールで下らすということが重要ということになります。そして、下らせるっていうことです。で、ランニングを超えるあたりから、ちゃんと目線をジェブの出口に向けて体も向けるっていうこと。そして、本来だとこの二度押しって言ってね、まだレールの入れ方がそんな上手くない人は、そこでもう一回内側を向いた時に、もう一度レールを入れるって、足で入れるってことをすると、レールがキープしてできる。フラットに戻すっていうイメージはね、本当はなくした方がいいですね。どうしてもフラットに戻すと、ボードが立ってしまう。ボードのセンターに立ってしまう。セールを返した時、セールが風下に倒れてしまう。それは立っちゃってるから。セール取った時に、マス取って風下に行っちゃいますからね、立ってれば。だから必ずそのようにするっていうことが重要だということになります。いいですか。はい。そしたらこれ、見てみましょう。ご説明するの方、うまいですよ。しっかり教えてますからね。同じような形でやると思います。はい、はい、これ下らして、はい、これでセールを使わずにブームエンド下がったままね、で下らして、これちょっとずつレール入れてるんですよ。これちょっと入れる、プリングスちょっと入れるだけでね、で、ちょっとでもほら、ハーネス外すのがちょっと、かなり遅いんですよね。私はこの時点でもすっかり外してます。これはでもね、個人差があるんで言ってます。力のない人はあんまり早くから外すと、腕パンパンになっちゃいます。1日10回ぐらいジャブしたら腕パンパンになっちゃいますんで、それはいいと思います。要は重要なことは、外してから少し間を置いてくださいと思います。外してすぐレール入れようとは絶対しない。必ず腰を落として体が落ち着くまでは待つっていうことが重要で、3秒というのはただのこう基準でしかないので、その辺はそんなに気にしない。とりあえず外したら腰、フォームが落ち着くまで、腰が落ちるまでしっかりと、落とす。まあ本当はここで外しました。そんですぐレール入れる方がいるんですよね。そうするともう重心これブーム量に上がってますから。ほら、しっかりとここで腰を落として、もうちゃんと守ってますね。しっかりこう、ね。で、ここでもうかなり下ってますよね、この方もね。やっぱりね、スピードが重要っていうのはよくわかってます。はい。そして、ここから、レールをぐーっと入れてきて、おー、ボトムが見えてますね。おー、かなり上手くなってきたな。で、ここでランニングぐらいに来て、来ました。本来ここでね、こう、フラットにボードが戻っちゃってるんですね。ここでもう一度こう、目線を変える。これはノーズの方の進行方向しか向いてないので、これでブームエンド内傾に持っていくために、目線をジャブの出口にグッて変えるんですよ。その時にぐーっと体を向けることによって、レールをずっとキープしてられるっていう。まあそこはちょっと、足んないかなっていう気がしますね。ほら、ちょっとフラットに戻ってますね、これね。だからこれ、内傾が足んないってこと。だから目線が、本来この目線がね、ちょっとこう、下向いてますから、これをもうちょっとこう、反対側に向くように目線を持っていくことによって体が向くって。そうするとレールがキープしやすいってこと。はい。いいですか。そういうことです。これはアプローチですね。だからまあ、これから練習する方はここでランニングぐらいでもう一回押すぐらいのイメージ。二度押しの法則っていうのがですね、これはまた後から出てきますけども、二度押しの法則、もう一度グッとこう踏み込んであげる。そしてジャブの出口を向いてあげる。っていうことをやることによって、レールをずっと一定でキープできるって。上手い人はこれが二度押しじゃなくて、一連の動作ができるっていう、その違いだけですからね。だからそれをこう習得するためには、二度押しの法則っていうのをね、結構、やってみるといいと思います。必ず、一般的な教え方では、必ずフラットに戻してくださいってなりますから。それをずっとやってる方は、二度押しの法則をやらないと、その癖が抜けなくなります。そうすると必ずジャイブは絶対に加速することはない。せいぜい止まらないぐらいになってしまう。その先の進化したジャイブを目指す。だからこれは難しいことではなくて、それをやることは分かっていればできると。
ただそういう教え方してないと知らないからできないってだけの話で、これ最初からもうフラットに戻さないって教え方してると普通にできるんですね。だから教え方の順番が違ってるだとか、教え方が違うだけでもう変わってやることは一緒です、ということです。実言うとレールをずっとキープしてはリニカルだって簡単なんですね。わざわざレールを入れたのを1回フラットに戻してセール返すよりは、レールをプラスでセール返したとは実言うとスピード持ちないし楽だっていうのがあります。そういうことです。はい、でここで、ちょっとと違うのが、ここからちょっとね、ジャイブの、上級者、中級者から上級者の方になってきますね。初級者でもいいのか。この方まではこの癖で、実を言うと、見てもらうとわかります。ここまでしっかりブーメンで使ってます。はい。で、ここで、ボードをフラットに戻して、手をこう、マスでちょっと持ち替えるような瞬間に、だんだんブームが上がってくるんですよ。ほらほら、ほらほらほら。クリアファーストのようになってきて。いいですか、これをやることによって必ずここでブームエンド上げてクリアファーストのような雰囲気になった状態になると必ずこれはね、後ろ足に荷重がかかっちゃうんです。なぜかというと、ブームエンド上げるってことは、内傾をキープを緩めるってことなんですね。で、マストの手を近くに持つってことは、体が内傾からボードのフラットに戻して戻っちゃうってことなんです。だし、マストの方に手を持ち替えればその分体は、フラットに戻って内傾が緩むってことは、これは当然です。多分というか、手が、右手のマスト手が、私途中から10センチ伸びるんですよって言うんだったら別ですけど、伸びる人はいないですから、必ず近くに持てば体がフラットに戻る。ボードの上に立ち上がる。そして、ブーメンダー上げることによって、マストが、傾きますからね。これはボードのセンターの方に。そうすると、すべてが戻ってしまう。だからフラットになって内傾がキープができなくなるっていうことなんです。だからこれを直す方法としては、ここですね、この辺からグッてきた時にもっともっとジャイブの出口を見て、目線と体をジャイブの出口に向けちゃうってことです。でこの時点でもうブーム手は離しちゃうんです。せっかく今レールがちょっと入ってますんで、この時点で離しちゃうということがね、結構大切。だからちょっと遅いんですよ。ほら、わざわざ風入れてクリューファーストになって、そこら返して。そうすると、ブーメンドが上がる。体がフラットに戻る。そうすると、後ろ足に荷重になっちゃうんです。レール、なんだ、内傾っていうのは、最後までキープすることによって、前傾につながるんですね。これは内傾キープをフラットに戻した時に、必ず後ろ足荷重になります。これはセールとの関係でそうなってしまうんですよね。これは細かいこう原理がちょっとあるんですけど、そこまで説明してもね、深い話というか、これ科学的な話なんですが、これはあんまりこう聞いても、理解できなくて意味がないっていうことです。私はこれ昔はよく言ってたんですけど、誰も理解してくれないっていうか、実践でもっと分かりやすく言ってくれっていう話なので、まあその辺まで追求しなくても別にいいと思います。はい。そしてこの絵をやることによって、ほら、後ろ足一本になっちゃう。だからノーズが上がっちゃったんですね。せっかく今までうまくいったのに。ほら。で、最後はこれ、フィンでキルッと回しちゃうんですね。で、後ろ足荷重になってるんで、ほら、ノーズがずっと上がりっぱなし。ほら、この時点で見てもらうとわかりますけども、重心っていうのが後ろに行っちゃってる。後ろ足ストラップの近くに腰の位置が行っちゃってるんですね。だから完璧にノーズが、上がってしまう。で、ここから、こう、体を前傾に持っていくときに足を返していくっていう方法になっちゃうんですね。だから腰の位置見てもらうと分かりますけども、後ろのストラップぐらいに腰の位置が来ちゃってるっていうのが、そこですね。だからまあそこはこれから直していく。でも直さなくても結構うまいんですよね。でもね、うまくいくときは全然うまくいくんですよ。ただこのときちょっと風が足んなかったのかな。だからちょっと残る。でもね、そんなこと言ってもこの形が出ちゃうってことは、そういうことなんですね。だからそれの意識がちょっと足らないということです。だからアップ、まあこれ今ね、これはちょっと上級者向けの話に今も見ててなっちゃったんですけども、アプローチ角度っていうところはね、アプローチから、ハーネス外すタイミング、そしてレールを入れるのはセールを使わずにレールを入れるっていうね、ちょっと話なんですけどね。まあ重複してる話は結構あるんでね、ファミリーの方、上級者ファミリーの方はもうこれ何回も聞いた、でも何回も聞いてもみんなできてないっていうところがね、まだ意識当たんないっていうことは、これ何回も何回も、私はこう本当に重要なことってのは何回も何回もです、もういいですっていう、本当にもうそんなに言うのはもう嫌いですっていうぐらいまで言います。そして、実言うと人間とはその嫌いですと思った瞬間に、
そのことがインプットされるっていうんですね。これ面白いですよね。まだこの人いいですねっていう時には人の話はそんな聞いてないってことなの。もうそんなに低くってもうこの人嫌いって時に初めてインプットされる。でもう一生忘れないって話になりますので、私はしつこくしつこく。まだね、20回30回言うかもしれないですね。我慢して聞いててください。で、そうすれば向かないください。じゃあ私の方のね、ちょっとこれをもう一回見てみましょう。私の方で言うと、もうこうね、もうえらい長いんですよね、これね。ハーネスをこの辺から外してます。ほら、えらい長い。まだまだ、まだまだ、ハーネスした、まだまだ。だいぶ前から外してますよね。ぎゅーっとして、まあ、この辺はいいと思います。この辺はスーパー、スーパー上級者っていう形なんで。で、ここで見てもらうのが、さっきまでこれね、目線がノーズの方を向いてた。でこれ倒れ込みない系で、ちょっと向いてましたね。これはちょっとボードの種類によって私変えてるんですけどもね。まあいいです、それは。こう来て、ほら、ここからぐっとジャイブの出口の方に目線をしっかり向けてるんです。そしてブーメント下げたまま、内傾キープなんです。体が内側に倒れてる。まあこれね、ちょっと画像がちょっと、ずれちゃってますけどね。はい。ほら、ずっと内傾キープなんです。いいですか？ほんでこれ今ブーメント下がってます。で、これちょっと戻し始めるときはもうこっちの、ブーム手の手はもう、もう離してる寸前なんです。だからこうブーム平行よりちょっと下がってる状態でもう離してるっていうことなんですね。でこれをブームエンド上げた途端にこの内傾が、私の内傾はフラットに戻ります。ボードがフラットに戻ってしまうっていうことなんです。でマストがちょっと後ろに傾くっていう後傾になる原理になってるんですね。はい、ここでもう離してますからね。ほらブームエンドが平行になる前にもう離してます。だから内傾がキープできてるんですね。いいですか。はい、で内傾をキープしたまま、ずっとキープしてでしょ。内傾キープしたままボードが回ってくると、実言うとこの内傾キープが前傾にボードが反対に回りますんで、前傾につながるっていう話なんです。はい、いいですか。ほら前傾につながってるっていうことだから、先ほどの主婦の方に比べると腰の位置が全然こうね、前なんですね。これ真横で撮るともっと分かりやすいんですけども、ちょっと後ろから撮ってるから分かりづらいと思いますけど、多分、20センチ、30センチは前に来てるっていうことになるわけですね。はい、そういうことです。だからこれが内傾が、前傾につながるっていうこのね、日本的なところですね。そしてあとは、先ほどのシフトの大きな違いっていうのは、レールをキープしてる。なぜキープできるかっていうことなんですね。重要なことっていうのは、それは内傾をしっかりとキープしてセールを返すタイミングがちょっと違うと。ブームエンド上げて、ブームエンド上げることによってマストが、ブームエンド上げるってことはマストが風下に傾くってことですね。ってことは体も内傾したくても戻ってしまうってことなんですね。だから内傾をキープしたまま、そのキープの状態でもうブーメンドがちょっと下がってる状態でセールをもう返してしまう。内傾キープなんです。だからセール、まあ、だからこれちょっと言うとね、なかなかこう、また、しつこい話になっちゃうんですけども、ジャイブはセール操作を意識しすぎるとうまくなりません。ボードのレールコントロールを意識してジャイブを練習すると、ジャイブはどんどん上手くなります。なんかセールコントロールでどうのこうのっていう風な感じで話してる方っていうのはほぼ、ジャイブは上手くならないです。よっぽどスーパーっていうかスーパー上級者だったらそこまで話しててもいいんですけども、普通の一般的な方がセールが操作どうのこうの、ジャイブこうやってやってこうのでセールはどう使うんだっていう風な方っていうのは本当に上手くない。その意識を変える、マインドを変えることによって、セールじゃなくてボードコントロールなんだっていうことを8割がと思う。まあ最初の頃 100% 思っちゃってもいいですね。180って言うとちょうど中途半端なんで、どっちつかずになっちゃうので、もう 100% 思っちゃってもいいぐらい。レールコントロール、ボードコントロールだけなんだっていうふうに思っていただければいいと思います。これがジャイブです。アプローチからセールを返すタイミングから、こう内傾のキープの仕方までこうね、総合的にちょっと話してみましたね、今日はね。今日はそんな形で、総合的な話。まあだから、最新ジャブファミリーの方から、チンシナジャブファミリーの方から、プレーニングラクラクプレーニングのファミリーの方まで、もう相対的に今日はね、まんべんなくちょっとお話ししたっていうことです。たまにはこういうことでね、ピンポイントでこのね、ものすごい専門家みたいな話ばっかりすると、ちょっとつまんないので、こう、まあだからこれで見てもらうとわかりますけどね、こう、本当にこう、なんだろう、本当に失速しないで回ってるというのは見た感じですごい楽なんですよ。で、綺麗なんですよね。だからもうどっかがぎこちないっていうのはどっかがずれてるってことなので、
ぜひとも今回のアプローチから、体の使い方、ちょっと見ながらね、ちょっと、最後のセールの返すタイミングとかね、体の使い方、内傾をキープするっていうことをちょっと頭に入れながら、これを見てね、こういうふうにジャブしてみたいっていうふうによって頭の中にイメージをつけて、強いイメージを持てばその形にだんだんなってきますからね。あとは目標としてこういうジャブだっていうのを一つちゃんと持ってこないと、どこに行ってか分かんなくなっちゃうんで、いろんな話を聞くとそっちに行ったりあっちに行ったりこっち行ったり、ああこうやってもうぐちゃぐちゃになって、ジャブ迷路っていうね、言いますよね。出口のない迷路に入ってしまう可能性があるので、目標っていうのは一個ちゃんと持っといた方がいいということで、ちょっと今回こう、全体的な話をしましたけども、そういうことです。だからこれからジャイブアプローチから、セール回数、もう大体ね、一貫の流れですね。この一貫の流れを見て、ジャイブってのはこうだ、ボードコントロールだ、 100% だ、レールをいかにキープするか、そのためにはどうするか、内傾が必要だ、セールは嫌、ね、ボードコントロールするために体をどうやって使うかってことをちょっと真剣に考えて、ちょっとこれからどんどんこう、ファミリーの話を聞いていくと、言ってることがだんだん分かると思います。セールそのどうのこうのっていう話はね、まあありますけどもね、細かい話で、そういうことにしますけど、基本的にはボードコントロールと体の使い方っていうのが重点的に私は話すのが、だんだん分かってくると思います。まあセール操作なんてね、小手先のテクニックなんで、こんなことは別にそんなにいらないっていうこと、まあホワリーキになるとセール操作とか出てきますけどね、でも基本的に言うと体をどう使うかっていうことで、セールをどこに置くかっていうね、その時にセールってここに置いた方が楽だよねっていうぐらいの話なんですよね、実言うと。そういう話です。今回は、ジャイブアプローチから、最後の、この流れっていう形でお話をしました。ぜひとも、目標をしっかり持って頑張っていきましょう。本日もありがとうございました。